はい、皆さんこんにちは。今日はですね、11月の17日、待ちに待ったスーパードラゴンボールヒーローズの、初日ですね。本日からオープンしまして、今日は子供と一緒にですね、25,000円分、250枚かけて、やってきた結果をお知らせしたいと思います。はい、それではですね、250枚、かなりやりましたね。どうでしたか、いぶきくん。ちょっと大変でした。大変だったね。でも朝から並んだら誰もいなかったね、今日はね。で、まずですね、星1つから2つのやつを、ここに並べてみました。星1つが、これですね。星2つがこちらで、星1つがまず、こちらですね。全部で30枚かな。星1つと星1つです。そうですね。これが星2つ、星2つ。次が星2つですね。星2つの方も、全部コンプリートしています。星1つと2つに関しては、これだけ出ているので3枚4枚ぐらいかな。全部でね、ダブりましたね。ダブってるカードが3枚から4枚、いっぱい出ました。で、続きましてですね、250枚やったから全部当たるだろうと。まあ、簡単なね、気持ちでね、やったんだよね。でもね、全部コンプリートはできず、結果発表としてはですね、まず、こちらが、星3です。星3個、ザマスですね。ザマス、とはシークレット。シークレットじゃないよ、これ。とはゴマス、フリーザ、ミラ、ベジータゼノ。で、星3つのこの、スーパーレアに関しては、あと3つ、出なかったんだね。ほんと、あとここに1、2、3って、出る予定でした。ちょっと犬がうるさいですね。うるさいね、犬ね。ね、うん。はい、続きまして、チラッと上いきますかね。こちらがシークレット、ベジット超サイヤ人のね、 CP シークレットじゃないよ、だから CP の方が、今から見せてきます。CP1 と2があるみたいで、まず CP ですね。こちらの方が1、ベジット、孫悟空、ゼノ、悟空ブラック、ザマス、ザマス、そしてゴジータ。で、まだこれ以外にも何枚かあるんだよね。敵を取れなかったね。そして、次はこちらのキンキラキンの、CP2 段 2? っていうんですかね。こちらの方は、孫悟飯とブロリー。あと悟空と、ベジータですね。こちらが揃えばいいんですけど、結局 CP の方も、どれだけいったんだっけ、ウィッキー。頑張ったんだけど、ブロリーばっか出たんだよね、こうやって。はい、見せてください。はい、ブロリーだらけでしたね。ブロリー祭り。ね。ブロリー祭りしちゃったね。ね。チラッと今ちょっと子供の顔見ちゃいました。で、こちらのですね、これなんだ、星3つ星3つと、シークレット。
キャンペーンかね。うん。星3つのカードもいっぱいダブりました。そして最後にですね、皆様お待ちかねの星4つ。星4つから順番にいってきます。まず、こちらブルマ。ブルマの星4からいきます。はい、こう裏はこんな、裏はこんな感じですね。はい、星が見えません。ちょっと見さして、星を見せてください。じゃあ手で、指で見えません。こうですね。こうやってこう。はい、はい、ブルマですね。これは勝利の女神って書いてあるのかな。うん、はい、そうですね。トランクスゼノですかね。はい、続きまして、トランクスゼノ、こちらも星4つ、4つです。はい、皆さんこんな感じですね。はい、かっこいい。はい、そして最後になんと頑張りました。ああ、ちょっと見させて。落ちちゃいました。はい、見せてください。ザマス合体。はい、見せて。カメラちゃんと見せてください。じゃあ、見えません。全然見えません。裏はこんな感じ。裏はこんな感じ。置いてください。はい、ザマス合体星4つでね、これ出た時にね、ちょっとね、喜びましたね、すごい。うお、出たーなんつってね、言っちゃったね。言ったよね。で、なんとザマスの前に出たのが、このブルマでした。ブルマが出て、その次にすぐにザマスが出ました。そしてなんと、25,000円使い終わって、その後に、小学生たちがいっぱい来たんでね、変わってあげて、ブルマの後になんかいろいろ出る可能性があるよと言ったら、そしたらブルマの後に、なんと私たちが狙ってた、青髪のベジットが、その小学生を当たりました。なのでね、なんか、何かあると思うんですけど、ブルマの後にね、もしかしたら、いいレアカードが当たるかもしれません。ということでね、今回ですね、250枚やって、まあ、レアカードですね、CP、星3つ、星4つとかですね、いろんなの合わせて全部で、約40枚当たりました。でね、なんとかまた全部揃えようかなと思っております。で、いっぱい結構ダブってしまったんで、もしなんかトレードしたり、交換してほしい方いらっしゃいましたら、コメント枠にでも入れておいてください。よろしくお願いします。バイバーイ。